皆さん、こんにちは。初コストロングゲストです。今回ご紹介する本は、はい、こちらです。いい経営理念が会社を変える坂本浩二さんです。で、坂本浩二さんはですね、あの、日本で一番大切にしたい会社の著者であって、これがもう大ベストツラーになりました。 で私ですねその本を読んでからたまたまですねあのー、坂本浩二さんの講演会に、あのー、参加できる機会がありましてこの本もですねあの参加者へのプレゼントということでいただきました。まあ、今更ですけれどもこの場をもって御礼申し上げます。 会社には経営理念が必要だということであの私がかつて勤めていた会社でもあの社訓のようなものがありまして。 えと部の部長がですねあの唱えるとみんながその後を復唱するそのようなことをやっていたんですけれども多分ですねそれはあの朝礼の儀式としておざなりにやっていたようなのでそれほどなんでしょうね理念は浸透してい,たいなかった可能性もあります。でこちらはですねあの北海道から沖縄まであのまあ経営理念がしっかりしていて。 あの社員にも浸透しているあのその時代に合っているあとはですねその業種などに関して、まあ、整合性があるかどうかそれがですねあの正しく行われている会社があの掲載されていますもうそれぞれですね読んでみるとあの本当に心温まるお話がたくさんありますので皆様にも是非読,読んでみていただきたいと思いますはい今回もご覧いただきましてありがとうございました またこのようにですね、あの、とてもためになる本がありましたら、こちらでご紹介しますので、次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。